から。あー形崩れちゃった。え、これどうやって入れんの。もして待って、これどうやって入れんの。なるほど。はい、よくわかりませんが、僕んちにはこういう器具があるんです。イエーイ。入れていきます。失敗したくない、マジ失敗したくない。ドーナツだけは全然入んないじゃん。ちょっと待って、みんなだからクッキングシートか。なぜやっぱりシビってすげえな。本当のこと書いてあるわ。全然これ取れねえじゃん。どうするマジで。ちょここか。今回のミッシングポイント、ここか。危ないじゃん。気合でいくわ。ちょっと待って、やべって、これほんとやべって。うわ、また言われるよ。またいろんな各 SNS で今日もその飯失敗しましたって。フライ返し溶けちゃう。そうなの。一瞬下に入れて。ああちょっとこれだいぶは危険だよな。でもだいぶで行くしかねえんだ。閲覧注意だな。ゆっくりだいぶで行くわ。ちょっと行くね。これ何？次、おお、2個目のがうまく。いや、早っ。待って、みんな見てる？うん。山くん、今何言ってんの？ちょっと。うわ、ちょっと。また強火でやっちまって。ここで。今日の範囲ここで。お。あら、素晴らしい。おお、あれ？ちょっと待って。これいけてんじゃない？ちょっと油見ててみんな。大丈夫？切れ。はい。はい、行きます。あ。え、これもいい？お。え、ちょっと、あっち。行きます。うわ。なんだこれ。みんな聞いて驚くな。なんか冷パンが。じゃあ。ね。
か分からん、いろんな意見があって分かんないね。カレーパン、表面だけ焼けた感じじゃないのよ、中身だけもねしっかり揚がってるはず。ちょっと食べてみます。今日ねちょっとあれなのよ、そうファンクラブのことあれなんで、ちょっと特別に今日はここで食べちゃいます。今日反省会できない、これ手食べて大丈夫ないつ作ってるからも大丈夫。あ、手洗えばいいんだ。ちょっと洗ってくるわ。ちょっとみんな繋いでて、ちょっと繋いで、よくわかんないけど、あの繋いでて、会話、あのなんだ、そういつものやつ、あの耳かきしちゃって繋いでて。できましたよ、念願のカレーパン。カレーパン、あ、ちょっとよくわかりませんが、ではちょっと自食タイムいきたいと思います。あったか、お、いただきます。これ中にさ、カスタードクリーム入れたっけって思ったんだけど、上がってないってことか。ね、味が美味しいんですよ。味が美味しい。すごい脂っこいけど。じゃあここに、味うまいのよ。すごい。じゃあ音聞いてください。今もう冷めた。待って待って。一個貸して。これさ、中生だったらやばい。中生だったらやばい。そこわかんない俺。なんか壊すの生だと。生肉とかわかる。俺が悪かった。でもさ、これ生ってやばいこれ。落ち着け。みんな一旦落ち着け。一旦落ち着け。味は美味しいんだよ。味が美味しい。お腹に良くないんだ。やばいの生マジ？なんで？だってやばいもん入れてないじゃん。何がやばいの？みんながバーガーって言ってくれ。もうバーガーって言われた。半生はダメなんだ。衛生気をつけてる場合じゃねえな。揚げ直すか。お腹壊すのマジ？レンジ温めた方が安そう。よかった。やっぱりみんなって偉大だね。みんながいてくれなかったら僕は明日からお腹が壊れてた。もうみんなもだんだんもう命令口調だ。もう怖いもん。もうあっちにしろ。はい、やれ、やれ。はい、レンジ、レンジ。怖いよみんな。そんな。あ、ちょっと焦げますんで皆さん。
しぶりの、インスタライブすごく楽しかったですね。今日も大成功。ちょっとそこで書けんな。怖いよ怖いよ、なんで俺そんな恨まれてんの。こっちの片方、こっちが成功した方を見よっか。こっちが、こっち成功した。マジで熱い。いただきます。ああ！お前が一番熱い。こいつ一番熱いよ。熱い。ちょっと待ってください。吐き出した可能性があるんで、ちょっと待っててください。いただきます。素晴らしい。なってます、ちゃんと。まあドーナツよりはサーターのアンダーギーの方だね。こっちは成功だ。すげえパスです。いただきます。全然映ってない。まずはい、ということで今日はね、あ、いつもね、皆さんこれ食べる配信やんないのよ。僕食べるとこはね見せないのよ。なんかファンクラブがあって、まあそちらの方で、まあ、反省会みたいな形で食べてて、今日ちょっといろいろあってできないんですけども、あのまたいつかやるんですけれども、そこでね食べる配信をやってるので、まあ、食べてるところで需要がない方が多いかもしれませんけれども、もし見たいという方がいたらファンクラブの方に入ってください。嬉しいです。はい、明日ね、お明日ねお昼ぐらいにあることがありますので、皆さんお昼の方、お楽しみにしてくれてると嬉しいです。りょうまくんどこ行った？りょうまくんどこ行ったの？今日ずっといてくれたりょうまくんどこ行ったの？今日はもういろんな人が見に来てくれてとても嬉しかったです。僕はありがとうございました。本当皆さんも今日すごいたくさん、なんか1万人ぐらい見に来てくれてとても嬉しかったです。だからまたちょっと次回いつになるか分かりませんけれども、基本金曜日にやりたいんですよ。そう、あ、その道反省会見るたびにファンクラブ入ったってできるじゃん。ちょっと待って、りょうまくんまだいてくれた。明日のその飯はって毎日放送じゃないのよ。これ毎日じゃないんだ。毎日トークは無理でしょ。これちょっとやりたいけどね、ちょっと無理なんですよ。ちょっとこれは週に1回できれば。明日のサンドメッシュすごいじゃん、もう本気じゃん。後ろこぼれ、明日ちょっと仕事なんだよ。明日ちょっとりょうまくんやってよ、りょうめし。まあ、いつかりょうまくんとコラボできたら嬉しいですね。白酢かけサーターアンダギーめちゃくちゃいってんの。これがね、白酢かけサーターアンダギー、あ、それもハッシュタグだ。ということで、本当は木曜日じゃない、金曜日にやりたいんだけど、今日は木曜日でごめんなさい。いつも木曜日見れないよって人も多かったかもしれませんけれども、すいません。はい、竹飯いいですね。りょうまくんとちょっとコラボできたら嬉しいですね、またいつかね。はい、ということで今日は、チョコシュロツサータンダギーかっこ竹内涼真命名を作りました。美味しそうですね。
ということで、まあ、次回のね、サラメシでまたお会いしましょう。ありがとう、見てくれてたくさん。おやすみなさい。受験生、頑張ってください。ラストスパートです。受験生見てたらダメだけど、これ。ありがとう。バイバイ。じゃあ、ちょっと、皆さん、寝てください。僕は今から。ありがとう、みんなありがとう、久しぶり見てくれて、バイバイ。